皆様いかがお過ごしでしょうか。プルートネットワークのプルート向井です。さて今回は2月1日に公開される、メリーポピンズリターンズに先駆けですね、前作メリーポピンズをおさらいしようという企画でございます。はい、まあですね、このメリーポピンズという作品は1964年に公開されたということで、まあ約2019年、まあ54年から55年ぶりのカムバックということでですね、前作のメリーポピンズのお話、忘れてしまった方、はたまたですね、まあ昔の作品なので見てないよっていう方もいらっしゃると思います。まあですね、僕の方もメリーポピンズはちょこちょこ見させていただいておりまして、でまあ、今回改めてメリーポピンズ見させていただいたんですが、そこまでストーリーというのは難しくないんでございます。はい、なんですが調べていくうちにですね、このメリーポピンズとメリーポピンズリターンズっていうのは結構なつながりがあるので、まあ人間関係あたりを把握しとけばいけるんじゃないかと思ってですね、まあ関係図の方をですね、作成しましたので、そちらを見ながら前作、おさらいし、はたまたメリーポピンズリターンズ、どんな感じでリンクしているのかというのをお話ししていきたいなと思っております。では早速行ってみましょう。黒板カモーン。はい、ということでですね、今、皆様の画面の前にはですね、黒板が出てきたと思いますが、こちらの黒板を見ながら、お話を進めていきたいなと思っております。ではですね、こちら、メリーポピンズの簡単な、お話ではございますが、説明させていただきます。こちらの作品はですね、舞台設定の方が1910年の、ロンドンを舞台にしております。はい、まあですね、今こちらの左手にバンクス家というものが、表示されていると思いますが、こちらのですね、お父さんジョージというのは銀行マンなわけでございますね。はい、まあですね、この銀行員ジョージはかなりの頑固じじいでですね、今までウバというものをですね、とっかいひっかいしていた男でございます。一方母親であるウィニフレッドという方ですね、まあこちらはですね、この当時の、社会情勢というのを表しているのかは分かりませんが、この設定上ではその女性のですね、選挙権をっていう形で選挙運動を一番に掲げている、お母さんでございます。でその2人の子供がマイケルとジェーンになってきます。この2人は重要でございます。この2人はメリーポピンズリターンズでもかなり重要になってくるので、フォーカスしておいてください。はい、まあですね、そんななんやこんやでですね、このメリーポピンズというですね、魔法使いの女性がバンクス家でウバとして働いて、この家庭をですね円満にしていなくなるっていうのがですね、ストーリーなわけでございますよ。はい、メリーポピンズの上をご注目ください。はい、バートという、キャラクターでございますね。まあこちらはですね、作品の中ではところどころですね、僕たち、視聴者と、作品をつなげるですね、まあ一種のなんかパイプライン的な存在の、キャラクターなわけでございますが、まあこちらがメリーポピンズの親友であるという形で、この2人がまあ歌いながらですね、チムチムニーチムチムニーとか歌いながら、スーパーカーリーフラジーディスティンみたいな感じで歌いながらですね、このバンクス家をですね円満にさせるという、もう簡単なストーリーでございましょう。まあそんな冗談は置いといて、まあ冗談でもないんですけどね。はい、まあ簡単に言ってしまえば、前半のパートというのはメリーポピンズと、マイケルとジェーンという子供が友情を深めるという前半の括りなんですけど、まあそこにですね、バートというキャラクターも入りながら、まあ4人で友情を深めるっていう形ですかね。でこのバートというキャラクターが結構重要なんですよ、後半戦。はい、まあ後半戦のお話というのは、このバンクス家の父親であるジョージという男はですね、メリーポピンズのことはあんまりですね、よく思ってないんですよ。いつも歌ったりなんやこんやしててですね、子供たちを惑わしてるみたいな感じでですね、そのジョージがですね、子供、マイケル、ジェーンを連れて自分の働いている、銀行に行くシーンがあるんですね。まあそしてそのマイケルという男の子はですね、2ペンス持ってるんですね。まあお金の価値というのは知らないですけど、まあ20円ぐらいじゃないですか。はい、まあその20円をですね、このジョージが働いている銀行員のお偉いさんというのが、その20円をよこせと、そうしたらうちの会社の一員だからみたいな感じで、無理やりその2ペンスをですね取ろうとするんですけど、マイケルとジェーンがそのお金返してって大声で言ったところ、まあ銀行内でお金を返してっていうワードにですね、他のお客さんが反応してしまい、なんか騒ぎになってしまうんですね。はい、
まあそんな騒ぎになってしまって、ジョージというですね、お父さん落ち込むわけでございますよ。クビになると落ち込んでいるジョージにバートというキャラクターがですね、まあニュアンスちょっと違うんですけど、まあ子供に愛情を注げるのは今のうちだから大切にしろよみたいなことを言うんですよ。はい。まあそんなこんなでですね、ジョージという男、銀行からお呼び出しがかかるわけでございますね。はい。まあそのお呼び出しの理由というのはですね、まあジョージが思ってたように首の宣告なわけでございますよ。なんですが、このですね、ジョージという男ですね、その時にメリーポピンズの魔法の言葉であるですね、スーパーカーリフラジリティエスピアリドージャスの言葉を思い出して笑い出してしまうと。はい。もう首なんかどうでもいいよ、もうどうでもいいんだ俺は、いいんだ気楽に行くぜみたいな感じでですね、その銀行を去るわけでございますね。まあその、翌日ですね、ジョージという男、家族の前に帰るわけでございますが、まあ家族と一緒にですね、こうたこ揚げをしながらチャン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 って、もうあの有名な曲ですよ。まあその BGM を流しながら、その一緒にたこ揚げをすると。はい。まあそのジョージの元にですね、その銀行関係の人が来るわけですよ。はい。その銀行員のお偉いさんが亡くなってしまったと。でも亡くなる前にジョージの魔法の言葉を聞いて笑顔のまま死んでったと。まあそういう意味を踏まえて、ジョージを銀行員として復職させようという案がありますよっていうお話をですね、告げるわけでございます。まあそんなこんなでですね、メリーポピンズのおかげでバンクスケというのは幸せになりました。幸せになったところでメリーポピンズというキャラクターが姿を消すというのがですね、お話でございますよ。はい。そして、リターンズのお話をする前に覚えておいていただきたいことがございます。そちらのキーワードというのが、ジョージが勤める銀行ですね、はたまたマイケル、ジェーンというキャラクター、そしてメリーポピンズでございます。こちらを頭に入れといきながら、続いて、リターンズの方お話ししたいと思います。はい。ではですね、リターンズの黒板カモーン。はい。ということでですね、新たな黒板が出てきたと思います。はい。こちらがですね、メリーポピンズリターンズの、人間関係相関図でございます。はい。そしてこちらのメリーポピンズリターンズというのが、メリーポピンズから20年後の舞台設定になっております。舞台の方はですね、同じくロンドンでございます。はい。20年後のロンドンなんですが、まあストーリーの内容としては大恐慌を迎えているロンドンでございますね。生活の方がカツカツなんじゃないでしょうか。はい。そして、バンクス家にフォーカスを当てていきたいなと思います。左手にご注目ください。こちらのマイケルという男性、ジェーンという女性、子供から大人になっちゃいましたけど、まあですね、ヒゲ生やしたりとかになっちゃいましたけどね。まあこのマイケルという男性ですね、はい、自分の子供、双子のジョンとアナベル、弟のジョージ、男の子と女の子の子供がいるわけなんですが、母親は亡くなっている設定になっております。はい。で、先ほど言ったですね、父親と同じ銀行に勤めていると。はい。でこの右上にご注目ください、ウィリアムという方ですね。はい。新キャラクターになります。まあこちらのウィリアムというのはですね、マイケルの上司、お偉いさんということでですね、このマイケルが働いている銀行のお偉いさんでございます。はい。このウィリアムというのはですね、メリーポピンズの作品内で出てくるですね、ちょっと威厳のあるドースジュニアという方の甥にあたるキャラクターになっておりますね。まあ僕の勝手なイメージでは悪役になっているんじゃないかなと、踏んでいるんですが、一方ですね、こちらも新キャラクターでございます。はい。ジャックというキャラクターでございますね。まあこちらのジャックというキャラクターはメリーポピンズとの、友人関係という括りなんですけど、まあ一応作品としては、まあ前作のバートの括りになってくるんじゃないかなと勝手に睨んでおります。はい。そしてバート役のですね、ディック・バン・ダイクという方なんですが、まあこちらの方はですね、メリーポピンズリターンズのどこかしらのシーンで出てくるんだっていう情報はありますね。ちなみにメリーポピンズですね、オリジナル版、前作、演じていたジェリー・アンドリュースという方はですね、ディズニーからオファーがあったんですが、エミリー・ブラントのメリーポピンズがメインにしてほしいということで降板したらしいです。はい。で、
メリーポピンズのですね左下に、ご注目ください、はい、トプシーという役柄でございますね、はい、こちらも新キャラクターでございます。まあですねこちらはですねメリーポピンズのまたいとこという形でなんか修理屋さんを営んでいる方らしいんですけどこちらを演じているのがメリルストリープということでですねもう大女優でございますよね。まあですねいかんせん楽しみなわけでございますよ。はい、まあこの作品はですねファミリーはたまたですね恋人もしくは友達はたまたですね、恋人になるかならないかのシーソーゲームなところでですね見る作品にはもってこいなんじゃないでしょうか。はい、勝手に想像しておりますが、まあそういう面ではですねこのですね動画を参考にしていただければ幸いでございますね。では以上プルート向井でございました。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。